どうしようです。妄想実況前回の続きからやっていきたいと思います。前回ね、フェンリル、極み濃厚で一応クリアしました。ですので今回は、究極いきたいと思います。マイスさんパーティーなんか強いのおったっけ？あ、進化してないんか、ノンノとゼウスが。ゼウス進化してないな。それが痛いな。2体できる。もう1体作れん。作ってええかな、神化進化あれ。あ、確かに。ほんまや。ほんまできるもんな。ほんま作ったええやん。何作らへんの？いや、もったいないな。そうと思っとったけど。え、だってどっちにしろ、だってもう桃太郎手に入らへんやろ。そんないっぱい。手に入らへん。とりあえず、ちゃちゃっとやれよ。ちょっとは手に入んな。そう。こっちは待っとんやん。ちょっとじゃあカルピスでも飲んで待っとこうかな。じゃあホルスで、あ、でも、究極だったらなんかバリア増えそうとかあるかもしれんな。わからんもんな、それがもう、究極いかな。究極な。どうしよう、どっちで行った方がいいと思う。でもシールドはあるやろ。間違いなくダメージウォールと。ダメージウォール確実あると思う。じゃあホルスで行こう。ホルスで行こうっと。ノンノ2体か。ダブルノンノか。あ、しかもノンノ2体だったら、起爆薬の方がいいんじゃん、じゃあ。そうやな。うん、起爆薬っていうか、おらへんやん。だってノンノ2体入れられたら。たかハーレックスやろ。チャーレやろ。チャーレーと、ノンノ2体、やったら起爆薬いるか、じゃあホルスの方がええわ、絶対。あ、なんか耳かきしてもらえた、これで。はぁ、あ。なんかわからんけど、もう動画撮っと意識なくなった、さっき一瞬だけ。びっくりした。耳ん中血だらけになってまで、そんなんでやったら。ならへん。ならへん。こんなんなるわけねえだろ。どんなのいい大げさやで。大げさすぎやろ、だから、それは。やぶるでな、それ。それは大げさやわ、だから。言いすぎやろ、ほんまに。ストローに耳にほじったくらい、なんもならへん。そんな言いすぎやろ、ほんまに。さっきのは。びっくりした。ストローで耳がきするやつおらへんやろな。まだかな。まだ奥まで入らへんやろ、ストローやったら。だからそれは言い過ぎや。ほんまに。それはだから大げさやわ、ほんま。それ言い過ぎやな。まあ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 。言い過ぎました、すみません。タカの真似しとる。まあ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 。オッケーオッケー。オッケーオッケー。タカ言うよ、言うよ。オッケーオッケー、行こう。オッケーオッケー。そんなこと言わんでいいやん。オッケーオッケー、言うて。まちゃ、タカです。ガチャ、引いていきたいと思います。タカの真似をちょっと結構、馬になってたろ。ガチャ引いていきたいと思います。あたなしたあたなしたいや、真似されると辛いな。辛い、うん、辛いもんがある。よっしゃ、まだかまだ今、100レベルも上げよう。せんかいやん、もう。全部使おうと。だから、こう、つないでて、じゃあ、タカ。はい。つなぎ。つなぎや、タカ、これ。番組のつなぎみたいあるやんよ、最初に。あれ、タカ。どうも、こんにちは。タカです。今回は、フェンリル。究極ですね。究極行きたいと思います。フェンリル究極。これ、神を食うってこと、神キラー持っとうってことかな？かもしれへんな。ぽいよな。先ほどは、極み行って、ギリギリ、濃厚で、行きました。じゃあ、神でも、の方、やらん方がいいってことやな。神で行かん方がいいってことやな、あんまり。関係あるの？神キラー？神キラー、敵持っとったら、そう、クラウディ。クラウン。くらう。だから、まあ、エカーもホルスもラーもどっちも神やし、もう仕方ないわ。しゃあないよ。まあ、でも、あれじゃん。チャーレックスと、ノンノがどっちも神じゃないから。アジン族と、アレックス何やったっけな。魔族？魔族っぽいな。魔族や。魔族。魔族珍しいな。あんま見えひんよな。そうやな。今、ちなみにガチャ何が出とん？そういえば。なんかやっとるよな。あ、飲んのや。ズキンと、あ、テキーラ、アーサー、ギムレット。もうこれ。あー、これ欲しいな。ギムレット、アーサー、テキーラ、これどれが当たっても最強やな。飲んのはまあ、マイスさん 2体持っとうか、まあ別に、今は正直必要ないけど。詳細見よう。ナポレオン。あー、ナポレオンって何したんだっけ？ナポレオンは馬の人。馬乗っと人。お龍。坂本龍馬。アーサー、ハレークス。あ、ハレークスも当たるんや。マチルダ2。ミント、サヤ、ジュピター、ジョン万次郎。お、来た。ユズル、アルミラージュ。ディロテ。募集してるかな。よし、行くかじゃあ。一体できましたわ。これでいけるやろ。でもレベルマックスいった。あ、いけない。何もぐらい ?79。負けたそれのせいやな。うん。多分。違う。どうも、タカ。あと21。うん。20か。20足りひんかったみたいな。それはでも結構先輩な、タカ。最初から先輩、俺。いや、それ負けたらな、負けたらそれは先輩のうちの一つに入るっていうこと、その満件値ちゃんと貯めてんかったっていう。また私だけも出して勝てんかった、もうそれは。俺もう貯めとうね、満件値。え？満件値貯めとうで。誰のために？誰が次来るやつのために。次来るやつのために。わからん。30体ぐらいじゃん。第2のネプチューン作るためにだから。第2のネプチューン。あ、ノンノ見たい。これホールスだったら当てたらいけるんじゃん、普通に。ノンノン当ててもいけるな。どれぐらいの火力やろ。
え？全然食らってない。全然食らってない。びっくりするぐらい食らってない。なんだこれ、全然食らえへん。え？18万や、ってか30万ぐらいで声で分かるけど全然食らってないやん。なんでなん？あ、食らった。あ、食らった。あ、弱点やったからや。びっくりするぐらい食らって。73万いった。でもこいつめっちゃ HP 高いやん。ダブルコーダーやばい。だってまだ進化前から HP めっちゃ高い。70万くらいって来れないんで、高い。100万あるで、こいつ HP。一発目から、進化する前から。しかも、当たった。しかも攻撃結構強いし。おー、居場所。しゃ。うわ、来た。ダブルコーダー。おぉ。どこ行こうか。これ雑魚的攻撃強い。雑魚的倒しに行くか。でも弱点狙おう。ただこっから。よっしゃ、よっしゃ。オッケー。あ、全員これ当てたらいけるところやん。チャーレックスも、あーもう、これ無理やろ。かいくぐっていくの。はい、はい。バープが意外とうざいな。うざすぎるやろ。うわ。ズワハー。おぉ、エジプトやろ、うっとうしいな。エジプトやろ、倒しとこう。落とせ！もう回復取った。ナイス。ノンノってもうちょっと威力高いんかと思った。思った以上にあれやな。弱点当たらな、弱いな。思った以上にな。ノンノにもないから。真横が？あー、オッケー。あの、スフィンクス倒したよな。あいつ邪魔やねんな、結構。ワープが結構邪魔しとるよな。オッケー。フェンリーで倒しとこうか。もう勝てるやろ、てか、上行ってブーツ取っていけるんちゃう？もろた！もろた！お、みたいな子取った。こいつどうしな。届こう。ためる。ためても良さげやな。一旦来い。まあ、ためるならため取ってんじゃん。回復も欲しいしな。あ、でも。何？次の。ホルスで結構厳しいやろ。うん。どういく？どうか。あ、うまい。これが俺の残し方。残しただよ。生きてる。ちょい残し、これ、ヒギ。ゆえいたか、ハーレクさんとか、ハーレクさんとか、あかんて。真横。え？ストップ、ストップ、ストップ、ストップ。やばい。いや、もうちょっと取った方がいいかも。耐えれるか、あと一旦。これもう、真下行ったら耐えれるけど。なんかできるやん。ギリギリ。これでいかんないかしら。もう先輩やな。あ、やばい！当たってもだー。なんかしかも、なんでまず左側かったん。ほんまや。ちょ、俺、逆にな。左気味でやっとった。逆に俺思うもん、ほんまに。あ、でもラッキー。ラッキーやん、回復してへんやん。でっかい人。もうマップクリアでいけるけど、もう倒してもらって。こいつらも案外攻撃強かったりするからね。強いな。うん。見かけによらずやろ。まあ、止まってもだ。もう挟まってもだ。おっしゃー、オッケー。アイスエーバーほんまありがたいわ。攻撃強っこいつら。めっちゃ強い。なんやねんこれ。無駄に強いな攻撃こいつら。ふぅ。オッケー。回復ないなほんま。回復欲しいな。え？マジで？攻撃食らうやんわざわざ。嫌な攻撃食らん。回復出てった。でも倒してまえやろこんなん。アレックスおるし。無理やわ。はい、取ろうか。よしよしよし。オッケー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 。ボスかな？まだやろ。ボスじゃない。まだ違う。究極やっぱ強いな。一気に難易度上がった感じするわ。どうでも使ってか。なんか使わない。まだいん。まだいけるんじゃん、言うても。下行ってほしかったな。上おられても正直、え、ホルス、ホルス、だからホルスやった。え、何だそれだ。それはダメすぎるやん。何なんだから。左のえ狭いとこ入ろうかなって。変わった方がいいかもな。ワープしてどっか行くよりな。これ死ぬかもしれない、下手したら。このまま行ったら。行く前に。行け。え、うわぁ、こんなことあるマジで。俺前でもやったけどな、これ同じこと。知らんわ、そんな。見てなかったよな。学んで欲しかったね。ダブル貯めた方がいいな。いやな、でもこのノンノがダブルでこんな微妙なとこおるからな。
あー、いた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 。ダメージオールがまた鬱陶しいっていうな。とりあえずワープ倒しとこうよ。ワープだ、右のやつ。左上のやつや。そいつが邪魔すぎるわ。ええ？ええ？何やねんこれ。もうこれあかんわこのワープ。あ、強っ。きつ。どうしよう、あと1ターン待ったらあれやけど。死ぬ死ぬ死ぬ、取っとかなか。取ってもわかれへん、わかれ使え。いや無理や。ええこれは先輩すぎるわ。ほんまにこれは痛い。あーこれはもう先輩やったらでかいな。さっきはもうでかすぎる。まずあの距離を外すことはまあないと思う。アホやろ今のは。ほんまごめん。さっきはで伸ばしたらもう見とってんだわ。いやあの出した右の壁使って反射で行こうとしとったらカッコつけてカッコつけてちょっとカッコつけなかったな。背伸びしちゃいました。これはおもろかった。背伸びしただが。ちょっとコートなど使ったろうと思って。ほんまだ、あれやな。余計に役とかないな。6でもなしけ、これ。まあまあまあ。まあ今のは、過ぎたこと。えぐかったな、今のミスは。まあ、今のえぐかったな、ミスでした。あれやけ、レベルみたいな。いやな、あれはほんまに。俺も思った。当たってない。落とせ。あー、クソ落とせへんやんけ、クソ。落とせよ、犬。犬ベロス落とせ。なこいつなんかフェンリルってよりなんかケルベロスっぽいよな。そうだな。名前的に。進化したら、どうなるやろな。こいつ普通に強いな。強い。1体でも強いもんな。うん、強い。普通に強い。これ、多分、あともう一回コンティニューしたら無理やろな。だってまだ今からで HP こんだけ減っとるからな。ああデカなっとるわ。しかもミイラおるし。もうストライクショットガンガン使っていこう。いやこれシールドないから使える人使う意味がない俺。ファンタスティック。いやなんでさっきザク倒さない意味ないの。ザコまずミイラ倒したら意味ないやからさっき。よっしゃ来た。全然来てへんやんほんま。来た。あーこれもう無理やで。このワープ出されたら動けへんやつやん。ワープを呼んで下やな。動いた瞬間ワープやらばいだからミイラ倒さなかったから先で。うわー上行った。上から来た。あこのミイラ挟まったからいけるんじゃん。次のターンミイラ、ミイラ殺し。でやこれ俺もな。ズキン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 あってミイラ倒そう。ミイラミイラよし倒せ。ミイラ倒せ。ミイラオッケー。押してみて倒した。あー倒してない。ちょっとマジかこれ。またワープ出てくるやん。うーもうえぐえぐえぐい。これもう下使っとく。死んでまいそうや。使う意味ないもん。でも俺別に。よし。あー何あれ何あれ何あれ。近くおってヤバそうじゃなかった。でもヤバかったな多分あれ。さっきミイラ倒しようとしたんやけど。まだ生き残れとったんじゃん。無理か。あ、熱いよ。倒しとんでね、先。先、あの、下倒したら、もう、あとミイラだけしかおらへんから。ミイラの姿勢だけやから。一旦攻撃。これ一旦攻撃やから。だから、とりあえず、犬倒そう、犬。さっき、タガ。え？追ってくれ。マジか。全部いってもだ、タガ。全抜きしもだ。あ、おい全然高か。何本ぐらい隠せた。3万ぐらい。やばいな。半分やから4万ぐらいちゃう。あ、ビットンさんおる。あ、バリアもあるやつ。バリアある。あ、うざやばいこれは。のんのんもう動かれへん。 あ、いやな、その全然効いてへん。スピンス3万しか効いてへん。ブレスがええ意識になった。でもこれもうどうしようもないや。これビットン倒そうかな。ストライクショット。知らん。聞いとったけどあれやわ。HP 高いわ、このビット。まずいな。あー、これきついで、もう。これはきついわ。パール X が必殺使って終わりたい、一応。おお、めっちゃ食らった。おお、いいね。弱点来てくれない。もう挟まっていったら、いける、勝てるんじゃん、普通に。
こいつ強いやろ普通に。おい弱点。熱い。ここで。熱っ。確かに熱かったか。熱い。熱いな。もうこれコンティニューやな。しゃーないやん今の。どうせ言うねん。いや上から取ってよかったな。だから上から、うん、呼んどった俺やったらさっきのもう倒すこと呼んどった。上からだか。おーい来たーい。もらったぜ。もらったーもらった。ゲットゲット。ハートあるから余裕やな。ここはハート倒したらいいんじゃん普通に。もハート取らへんの。下におるからちょっと。あ、じゃあ上におるから下に行ってほしいよな。のんの下行かしてやろ。力で任しとけ。おーい、タカの追い込み。何も変わってない。これでも次ラストだっけ。まだか。あの2回ぐらいあるんか。おーおーおー、 あと2回あるやん。長っ。お技使えへんの。使えへんの技。マイさんが話し流してる。えって言って。流してる。答え取ってん。もう下行こう。ストライクショット。聞こえなかった。おお。あ、ビットン壊れかけて死んでない。そう。よし、ちょっと。敵だよ。本当だよ。行ってくれ。あんま聞いてないな。やっぱハーレー X でなあかんないな。ここはもうハーレーでやってそれで死んでスピクル狙う方がいいかもな。自爆特攻や。いやまだいけるやろ。ハーレー X が次回ってくれば撃ったらええん。もう撃ったらええやろ。もうどうせあれやし、まあ、ビット当たらへんこと祈るわ。ちょっととりあえず当たった。え、惜しい。弱点をな、守ったのが鬱陶しいな、うん、あのあいつらが。ビットンがな、うん、ビットン調査団かな。行くやろ。きついで。危な危な。あ、なんなあれ。あれ食らったら絶対死ぬやろ。でもあれ食らわへんとか。どういこう。あ、ミスった。取り逃した。くそー、これきついな。あとワンコンしそうやな、なんかノリ的に。ハート取りながら。おお、これはあれけ、ワンコンマ1秒け、コンマ1秒、コンマ1秒のため、前さんのコンマ1秒しないや。時間と危険。キルダメする。キルダメするやろ。キルダメするやろ。13ターンか。まあこれいけそうやな、うん、ハーレックスだけがちょっと斜めっていうのがめんどくさいな。そうやな。うわ、ここでまた先輩は出てくるのか。まあ、そうただぐらい。いや、俺はもう、刻んできておいて、俺は。いや、最後に出したら先輩やね、結局は。そうやな。うん、俺最後や、結局は。トイメさせたやつが終わりやからな。黒ひげみたいなもんやもんな。うん、意味わからんけどな。黒ひげ？どういうことだ、さっきは。それは意味わからん、正直。どういうことだったか。あれ、あれ黒ひげ、ひぎ一発しなかったっけ。どこで繋がってっけよね、ほんま。ほんま、ワンピースの黒ひげって考えたら。要素の黒ひげ出してきたな。黒ひげとか言わへんや、あいつのこと。黒ひげ、ひぎ一発の黒ひげとは言わんで、普通。あれ、なんていうやつ知らんわんな、もん。黒ひげ、ひぎ一発、大変古いやつ。飲んだやで、飲んの。あれを黒ひげって略したやつ初めて聞いた、俺、ほんまに。お行げだ。お行げ。お行げ。高野。高野お行げ。そろそろなんかでもやばくなってきたな。相手の HP。とてもないか。まあ俺はまだ大丈夫、余裕やわ。俺も大丈夫。全然、俺ビビってないわ。オッケーオッケー。あ、出たな。口癖つった。いや俺のタカみたいな気持ち悪いよ。オッケーオッケーちゃうから。オッケーオッケー。普通俺普通のオッケーもね。タカの場合オッケーオッケーおかしいやん。おかしいやん。オッケー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 。タカなんか都合悪くなったら前回オッケーオッケー。ちょっとミスた時な、
ちょっと空気変えた時のタカのオケオケ出るからな。そうやな、空気がいっぺん出るから、うん、俺カラオケか思った最初。オケオケよっしゃ行こう。うまい。もうちょっと。オッケー。アレックス倒さないけど。いけるねこれ。結構うまいな、刻んでくるな。まあここは楽勝できそうやな。もう倒しても大丈夫な感じ。いやまだあかんやろ、タカが溜まんねん。いけるや、いけるわ確かに。次のターンで、しかも下付近やし。うん、いけるわ。オッケー。よっしゃ、こっからが。よっしゃ本番だ。あーミイラもおるやん、敵が邪魔やな、バリア発動から。もう行くしかない。行ってくれ。うん、行くしかない。HP 高っ。54万くらってこれか。ストライクショット、よし、いけいけいけ。ボスのとこちょっと叩いとこう。でもワープとか邪魔やからな。ワープ邪魔やな。結構な邪魔してきよるであいつら。落とせ、落としてくれ。あとはチャーレックスが、あーなんかすごいで。キッツ。これ弱点ついった方がええわな、でも。でも死にそうな気がするな、でもなんか。でも、ノンノの当たってもええけどな、普通に。上からボス当たってノンノ当たってええんちゃう、普通に。わかんない、たぶん。いや、そっち怖いんやけど、俺。でも、そっちもあるで。そっち行くか。ミラミラ。オッケーオッケー。まあ、ワンコンここからしたくないな、できれば。そうやな。普通に行きたいな。ノンノ恐れずいけるかええな、ダメージオール。うん、その手先輩になりにくいよな、ノンノ。マイスなんて。おっしゃ、ダブルノンノやけど、誰もあそこに行けるやつがおらへんって。クライオル、クライオル。タカいけるんだ。おー、めっちゃ食らった。キーン。20万でこれやもんな。全然やもんな、20万で。あ、これ。ふぅ。タカ、俺どうやって動くの？タカ動けるん。すごいラインあるよ、タカ。オッケー。タカ動けるん、これ。動けんでしょ。あ、上挟まってんや、タカ。上や。タカ上しかない。先輩になれや、タカ。当たるなよ、あの髪の毛、当たるなよ。え、もう、下使わんでいい。使ってもいいで。もう勝てるんや、使ったら。で、上から行った方がやるんだもん。にゃん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 で。頼むぜ、ストライクショット。あああああ、当たってもだ。先輩や。死んだんやん、お前だかんま。手が分かんし、死んだんす、今回。ほんまに、死んだん。挟まれへんかったんやもん、しゃあない。いや、角度言ったよな、気をつけろって俺だから。言っとって、俺は前、あの上の髪の気をつけろ、俺行き方だったもん、そこに。気をつけろって言ったよ、俺は、タカ。あれはかんま。あれは前、学んでへん、まだタカ。何も変わらねえ。ほんまに。学ぼうよ、もう。これやで、ほんま。わかりました、学んでくれよ、タカも。ちょっとぐらい。このビットンのこのあれがエグいな、ここ。さよならじゃん。ここ普通にホルスで拾ってよかったわ。ストライクショット、落とせ。こいつもう一回行きたくないで。あー、落とさんかった。マジか。頼む、ここで来てくれ。もう一回行きたくないな。もう行きたくないよ。これもう一度、二度と行きたくないエリアや、ここ。はい。90なし。ランクホルス持っていった意味を。ないぞこれ。ないぞこれ。ないぞ。ついな。ビビらすぎた。つい。上手が。三コンけ？四コン？三。三コン。三コンか。やられた。次じゃあ俺のパーティー行くか。俺のラー2体か、オーディン・ラーか、どっちかで行くか、じゃあ。はい、というわけで、とりあえず究極、今回ならずだったんで、次、僕のアカウントで、究極、もう一回挑戦したいと思います。というわけで、今回はこれで一旦終わります。ありがとうございました。バイバイ。